皆さん、こんにちは。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。There is transcript in Japanese and English on my website. 今日のテーマは実家についてです。私は今、実家に帰ってきています。特に何があるというわけではないのですが、 こうしてて定期的にに実家に帰っています前回帰ったのは4月でしたなので大体2ヶ月から3ヶ月に1回実家に帰ってきています私がなぜこんなに頻繁にというか以前に比べて頻繁に 帰ってこれるのかというとリモートワークができるからです実家にパソコンを持って帰ってここから仕事をしていますなので、まあ、いつでも帰ってくることができますリモートワークができる前は年に 回多くても2回しか帰ってこれませんでしたそれに大体4日くらいしか実家にはいることができませんでしたなぜなら仕事があるからですしかも以前はその休みの日に合わせて帰ってきていました 例えば日本のお盆休みこれは8月の中旬にあるんですけれどもその時期とかあと年末年始のお休みの日ですなので私だけではなく本当に日本中が移動をする日なのでもちろん飛行機代とかも高くなって。 空港や駅はとても混雑していましたそういう時期に帰っていたので、まあ、実家に帰るっていうのは簡単ではなかったんですねですが今は平日休みかかわらずいつでも帰ることができるので飛行機代もとても安く帰ることができます なのでコロナが始まってリモートワークができるようになったっていうのは私の中ですごく良かったことだと思っています私だけではないと思うんですけれどもいろいろ生活が変わってしまったコロナウイルスの拡大だったんですけれどもまあ 探してみれば良かった面もあったんじゃなないいかなと思います多分コロナが始まっていなかったら私の会社はリモートワークをしようとは思っていなかったと思うのでまあこれをせっかくできるようになったのでどんどん活用したいなと思っています実家には1週間くらいいる予定です。 高校生時代の友人に会ったりあとはゆっくりここで過ごして家族との時間を楽しみたいなと思います皆さんが最後にに実家に帰ったのはいつですかそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。 if you want to help us continue to create podcasts like this please consider making a small monthly contribution at sacratips.com you can get japanese chat twice a month check the description box